抜き打ち。カバンの中身チェックの時間になってしまいました。待って。カバン。ちょっと待って。熱っ。ちょっとエアコンつけていいですか。はい。はい、ってことで、はい、抜き打ちですなんか、出てるなマジか今ね、原宿の撮影が終わって帰ってきまして、はい、まあ、そのまんまですけど、よろしいでしょうか。はい、はい、いやだけど、もうすでにだってやばい、もうやばいですよ。じゃあご紹介をお願いします。はい、紹介します。私が使ってるバッグはこういうシーンで買ったバッグですね。シーンの購入品の時になんか深夜テンションで買っちゃったみたいな、バッグめっちゃ買っちゃったっていう時に買ったバッグです。めちゃくちゃ気に入ってて、もう一軍になってます。そうだね、結構使ってるイメージ。ちゃんと使ってます。ちゃんと気に入って使ってます。はい、これマジですごくて、中にもなんか仕切りとかいろいろあるんですけど、うん、横とかサイドとかにも、これとかにあるので、何が入ってるのか怖いんですけど、もう隅から隅までお見せしたいと思います。はい、はい、やっぱ水分補給は大事ということでね、お見せですね。今日は特に暑いですからね。そう、気づいたら半分になりましたね。今日はちなみに外での、ね、撮影だったので、カメラ、はい、とね、はい、でそしてすごい溢れ返ってきますけど大丈夫、自ら見せていく、ね、すいません、はい、開けたらなんと、ただなんか取れちゃってますね。これはちなみにビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミスト、日焼け止めミストですね。はいはいはい、まあ、もう最近ね、日差しっていうか、もう夏に入りつつあるので焼けちゃうじゃん。で、この、 ミストだとその場でシュシュシュってできるから楽ちん。でもうほとんど私のバッグはもうメイクポーチみたいなもんですね。コスメを持ち歩く量が半端じゃなくて、もうフルできちゃうっていうくらい、ほんと下地以外もう全部入ってる。そんな持ってく必要ないんだけどね、なんか持ってっちゃうんだよね。大きいところすごい、コスメを、これはパウダー、うん、これはファンデーション、これはなんかシェーディングとハイライト、これでも鏡用で使ってます。はい、でなんかこうやってね、小分けっていうか仕切りがめっちゃあって、おうおうおう、ここにアイシャドウ、ハイライト、チーク、やばいよね、コスメの量が。これはコンシーラー、リップ、リップで、これだけじゃないんですよ、コスメが。こっちにもね、こうチャックが中に入きますよ、びっくりしないでくださいね。いや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 、やばいって、引いてる、やば、引かれちゃった、やばい。そりゃそうですよね。もう本当にポーチです、メイクポーチです、私のバッグは。こんな感じで、もうなんかすごいブラシとかアイライナーとか、ね、まあ、ペンシル系のですね、マスカラとかが、これペンシル系とか筆とかはここに筆箱みたいな感じで分けてます。はい、で、この中にもありますね、目薬。お、大事。最近買いましたね、これ。あれですね、ダイソーの購入品の時紹介したやつ、これはサプリとかが入ってます。むくみとかのやつとか、あと代謝上げてくれるやつとかのサプリが入ってます。コンタクトケース、いいの止めんの自家入れなんだ。綿棒は多分、もうメイクするときなんかでも使うやつですね。ピン。
んでもない財布と、こっちはエアポッツ。おー、はいはいはい。もうね、もう至る所にチャックがあるから、知らない間に入れてるかもしれない。私はとんでもなく仕切りがね、あるんですよ、いっぱい。で、ここにそこもあんだ。ここもあって、こうちゃんと入るんですよ。だからほんと細かいのとかたまに入れますね。そしてこのトークトーケースあれ2個目だ。2個目ですね。なんでなんでしょうねいや、多分こういろいろ同じのがね、いっぱい入ってると思うんですけど、埋もれちゃうんですよ。だからあれ入れたっけって心配になって、もう一個入れちゃう。で、あれどこにやったっけって、それがここで、このバッグを探せば大体見つかります。はい、本当にもうなんかブラックホールみたいな、うん、いい意味でね。こっちにもあるんですよ。入ってるかな、覚えてない。珍しい、なんかいろいろ櫛とか入れてるんですよメイクポーチでしょ、パパ。メイクポーチですねあのブラシ群出た時はびっくりしたいや本当に、でもなんか普通に、まあ、撮影だったからっていうのもあるんですけど、うんうん、それでお直しとかね、するからちょっと心配で全部持ってっちゃうみたいな。なるほどね。友達とかと遊びに行ったりするときはほんとリップとかアイシャドウとか、うんうんうん、それぐらいしか持ってかないんですけど、いや、このバッグが悪い。めっちゃ入るもん、これ。確かに。ほんとにめちゃくちゃ入るんですよ。なんなら、なんか友達に地に泊まりに行ったりするときとかに、これプラス自分が使ってるシャンプーとリンスと、あとヘアオイルとストレートアイロンもここに入っちゃうんですよ。ぐらい。すごいね。これでもう旅行行けちゃうんじゃないかってぐらい。一泊とかならもう全然多分耐えれると思う。行けちゃうね。ってぐらいめちゃくちゃ入りますね。本当にシーンのバッグはもう大活躍してた。でも意外と少ない方、これでも。これで少ないんだ。うん、まあでもそっか。まあ撮影だったしね。うん、やばいよ、もう本当に抜き打ちはダメですよ。ちゃんとしたかった、うん、じゃあ、まあ、でもなんか過去でもレシートとかゴミとか、ね、なんか食べかすとかが、まあ、出てきてないんだけど、前は出てきてたけど、確かに、まあ、そこはちょっと成長したかな。よかったですもうなくて当たり前なんだけどさ、本当によかったよかった。何ですかそれは。私セルフジェル自分でやってるんですけど、多分ね、これどうしようと思って多分ここにピッてやってるんですよ、ね、一回瞬間見てほしいんですけど、画面を、あの推しのジョージみたいなやばこいつやばいっすやばい、この角度がもう、ね、そうそうそうすごい、舐められてる。私めちゃくちゃ見下されてる舐められてる。かわいいかわいい、あーあやるな、ジョージ。じゃあ以上です、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。